嬉しい。お帰りなさい。ありがとうございます。わあ、すごい、ショールーム審査の時に来てくださってた方がたくさん来てくださってて嬉しい。おめでとう、待ってた。嬉しい、ありがとうございます。前髪切った？いや、切ってないです。切ってないんですけど、ちょっと気合を入れてちょっと巻きすぎちゃいました。はい、そうですね、9期生最後のリレー配信ってことで、はい、皆さんたくさんコメントお願いします。応援してたからまた会えて嬉しいよ。私も嬉しいです、ありがとうございます。こんばんは皆さん。はい、私もあやみ、今日はあやみからスタートだったかな、あやみからスタートで、あやみの時から実はちょっと隣の方で見させていただいてたんですけどね、ちょっとほのぴーとかみんな面白すぎてちょっと笑っちゃってたんですけどね、すいません皆さん、後ろでクスクス笑っちゃってすいません。ちょっと私本当にゲラなんですよ、めっちゃ笑うんですよ。姉妹揃ってゲラ姉妹で、もういつもお母さんに怒られても怒られてんのに笑って怒られるっていうのがしょっちゅうあります。そうなんですよ、みんなで、まあ、監視っていうか、まあ、みんなでね応援してました前で。はい、ほのぴーの時笑いすぎ、すいません。もうね、ほのぴーの全てが私ツボなんです、すいません。タワー、タワーありがとうございます。待って、ありがとうございます、嬉しい。ちょっと待って、これどうやって見るのよ。ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい。皆さんありがとうございます、たくさん有料ギフト、もうありがとうございます。皆さん星もたくさん投げてくださってありがとうございます、嬉しいね、たくさんコメントもありがとうございます。あなたの夢も犬かい。あ、そうなんですよ、ちょっとね今日ゆかの配信を見られてた方はわかると思うんですけど、将来の夢何ですかって聞かれて、まさかの犬ですって答えたんですよ。どう思いますか皆さん。ちょっともう笑っちゃいました本当に。まさか犬になりたいっていうとは、ちょっと面白かったですね。犬になりたいみたいです。何の犬種になりたいんですかね。家に帰ったらちょっとね事情聴取したいと思います。夢があるね、本当にちょっと面白いですよね。姉妹でね全然性格も違うし、本当に顔も似てるんかな、なんか姉妹かなって思うぐらい性格も真逆です。はい、皆さんありがとうございます。最近一番笑ったことは、もう9期生のみんなが面白すぎてもう毎日大爆笑してます。今日もなんか一番何が笑ったかって言われたらちょっと思い出せないくらいずっと爆笑してます。だから皆さんもね、お話し会とか来てくださって、ちょっと面白いこととか言ったらもうお腹抱えて大爆笑してると思います。はい、たくさん応援するよ、ありがとうございます。最近一番笑ったのはゆかたの犬になりたい発言です。私ももうめっちゃ笑いました。もう聞こえたらあかんと思ってめちゃくちゃ口を押さえてめちゃくちゃ笑ってました。もも目撮りますね、ありがとうございます。毎日ねブログにはね載ってないような、今日何食べたとかすごい些細なこととかだったり、いろんなことをね送っているので、よかったら皆さんもよかったらお願いします。自己紹介ぴったりで大好きです、和歌の魅力を分かってほしい、和歌の魅力を分かってほしい、ありがとうございます。9期生人見知りしないイメージ、確かにみんなめっちゃ
コミュニケーション力が高くて、そうですね、もうすぐに仲良くなれて毎日楽しいです、にぎやかで。お話し会コスプレするしますよ。ブログの方とかにも写真を上げさせていただいてるんですけど、あのメイド服だったり、あと何すっけ、うさぎぴょんぴょんわかとか、すごいいろいろ企画してるので、よかったら皆さん遊びに来てください。もばめ癒されてます、嬉しい、ありがとうございます。合宿楽しみですか？はい、めちゃくちゃ楽しみです。ずっとね、休憩生みんなで泊まりしたいな、いつかみたいな話を実は最近してたので、こんなに早くね実現するとは思ってなくて、すごい楽しみです。はい、皆さんもねよかったら見てください。ちなみにバカタンの夢は、もうゆかとは全然違って、なんかすごい現実的というか、まあ、そんな犬になりたいとかではないんですけど、すごいあの世界中の人を幸せに笑顔にできるような人になりたいっていう、すごい大まかな夢です。はい、すいません、なんか面白くなくてすいません。はい、姉妹で争った一口ケーキ争いはどちらが勝ったの？それが姉妹で争うことが多すぎて、実は私そのケーキの話を覚えてなくて、いつのことやろうっていう、私の最近食べたケーキっていつやったっけっていうレベルで、ちょっと、はい、でもいつもね食べ物の取り合いはよくするんですよ。で、なんかまあ早いもん勝ちですね、こう食べて、じゃあ取ったんで若が食べるねみたいな感じで食べてます。NMB は誰推しだったの？ NMB はもともとは山本彩香さんと出口結菜さん推しでした。はい、すごい今もすごい憧れている先輩です。はい、お話しか行くぞ、ありがとうございます。そういや休憩で同期がいないの、若だけやったっけ、その辺どう？そうですね、同級生がね同期にいないんですけど、すごい年の差、いい意味で年の差を感じないくらい、みんなすごい何やろ、大人っぽいし、なんか子供っぽさもあって、まあ私が精神年齢が低いっていうのもあるかもしれないんですけど、すごい、そうですね、高校生のみんなと全然年の差感じないですね。はい、合宿皆さん見てくださいね。若田のお話会行ってみたい、ぜひ来てください、待ってます、絶対に